龍王山に登ってます。龍王山山頂、来ました。おお、見えるでしょうか。奈良盆地です。古代奈良を中心に古墳がたくさん作られ、一つの文化が開花した。その中心にあるのが三輪山と大和三山である。危機をはじめ多くの古文献、古史古伝に言い伝えが残っているものの、その本質は謎のままである。今私は三輪山の麓にある展望台に来てます。ここからはですね、ご覧のように大和三山が一望できます。向こうから耳鳴り山、そして梅尾山、こちら側に天の角山が見えてます。そして、このちょうど真裏が大宮山になりますので、このちょうどこの大宮山とこの三角形のそのこう傘のようなこう状況になっているんですけども、よくわかると思います。この辺はですね、4世紀、3世紀から4世紀にかけての古墳がいっぱいありまして、まあ、歴史でいきますとその辺がすごく一番有名なところなんですけれども、この大和三山に関しましてはもっと古いんじゃないかと、1万年以上昔にこの作られたんじゃないかというふうに思われております。それでその頃はですね、この辺一帯が湖だったわけです。湖の中にこの大和三山が島のように浮かんでいるというふうに考えられます。このちょっと先の方に磯の神神宮というのがありますけども、これ今石の上って書いて磯の神というんですけども、その昔は渚とかの海の磯ですよね。海というか水辺の磯、そこから来た磯の神という名前ではないかと思われています。ということでこの辺ずっと 海というか湖で、湖の中にこの3つのピラミッドがあったというふうに考えています。そしてこの大宮山は、大宮山で非常にカンナビの山として有名で、大物主、大国主の神が祀られておりますけれども、もっともっとその昔からこのあったんではないかと、その辺を探っていこうかなと思います。この地を代表する山といえば三輪山である。大和三山と描くラインの中心でもあり、山全体が蛇がとぐろを巻いた霊山と言われている。とにかく私はこの山に登ることにした。
この山自体が御神体なので、大宮神社は三輪山を拝む拝殿である。山に登るには奥にある西神社から入山しなければならない。山は基本的に禁足地なので、カメラ、ビデオは一切禁止である。したがってオリジナルの映像は撮れなかった。その時は10人近い登山者と抜きつ抜かれつの童貞だったが、そこそこきついルートである。半分ほど登ったところに中津岩倉がある。巨石としてはやや小ぶりで、どこの山でも見かけるようなものだった。山頂の岩倉は奥津岩倉と呼ばれている黒い石で、広く散乱している。意図的に壊されたような印象を受けたが、ひょっとしたら最初からこうだったのかもしれない。縄が張ってあって近づけないのがちょっと残念だ。年配の男性が大きな声で、なんや大したことないなと叫んでいた。私の印象も同じで、大物主という強烈な神様のいます山にしてはパワーを感じなかった。三輪山には山頂の他にも岩棚があって、そこにも岩倉があるらしい。大和三山とのレイラインはそちらが起点になっている。多くの霊山でも同じような構造のものがあるので、これも一つのテクニカルなパターンなのだと考えてもいいのではないだろうか。私はとりあえず3つの山の中で最も人工的な感じの強い耳なし山に登ってみることにした。大和三山の一つ耳なし山にやってまいりました。名称大和三山、耳なし山ですね。この部分だけ三角点があって開けてますね。ここがですね、大和三山の一つ耳なし山の山頂になります。最初登ってきた時は何もない山だなと思ったんですけど、山頂に近づくにつれてこういう白い硬い、非常にこうチャートみたいに重いんですけども、そういう岩が出てます。それでここは今山頂なんですけども、よくよく見るとこのチャートの岩で岩倉なんですよね。岩倉になってますね。岩倉の上に、長い間の土がこう積もってしまって、岩倉としての形がですねなくなっちゃって、こんな、丸い感じの山になってます。だからここも非常に人工的に作られた岩倉の山っていうふうに、考えられますよね。そしてこれからまだ山の株山、それから埋め火山と回っていきたいと思うんですけども、このように、ピラミッドとしての形がですね、やっぱりここにもあったということがわかると思います。そして、さっきちょっとここでこう受け入れをしてみたんですけども、ここからはすごいパワーが上に上がってるようなイメージがありました。これが正しいのかどうかも、私には霊能者じゃないのでわからないんですけど、とても気持ちのいい場所というふうに言えると思います。
まあ、耳鳴山の耳鳴山の山頂でございます。これが天の角山になります。耳鳴山から車で10分も走ると天の角山に着く。この山は形から見ても人工的に作られたというよりも自然山を利用しているように見える。ここが天の角山神社です。ここから登るのかな。そこが山頂だと思うんですよね。大したことない。しわきまわ蝶の子にて。しかし連日の取材で体力を消耗した私は山頂まで登ることができなかった。それでも角山にはとても穏やかなフィーリングを感じていた。橿原神宮にやってきました。ここは稲荷山の元にあります。橿原神宮は初代神武天皇が即位した場所である。神武天皇自体が実在したのかはっきりしないのだが、とにかく立派な神宮である。後ろには稲荷山が控えていて、その山の真意を借りて歴史が動いたようにも感じられる。広々とした境内の向こうにそびえる稲荷山はどこか水上山と似た感じがした。ここでも体力の限界で山頂には行けなかったが、穏やかな空気が流れていた。さて、大和三山を上空から見て線を結ぶと二等辺三角形が現れる。そこに三輪山からのラインを引くと大きな矢印になる。この矢印が何を表しているのかはわからないものの、その先には小さな稲荷山がある。稲荷山は町中に佇む小さな丘のような山である。近くまで行くと細い登り口があるのだが、車を止める場所がなかった。稲荷山山頂には古墳群があり、中腹には黒石岩倉遺跡という巨石がある。小さな山だが山全体が遺跡と考えられているようだ。これが稲荷山になりますね。町中、こうやって田んぼあるんですけど、向こう側は町中なんですよね。これが稲荷山方面から見た稲荷山です。稲荷山、そしてぐるーっと回って稲荷山、ちょうどこの線上に向かってうねび山、インベ山から三輪山を結ぶラインは冬至の朝日を拝む方向を指している。また岩倉研究家の渡辺豊和氏によれば、この図形にはピタゴラスの定理が隠されているという。ピタゴラスの定理とは、直角三角形の斜辺の二乗が他の二辺のそれぞれの事情を足したものと等しいというもので、
三角関数の基本となるものだ。巨大な建築物を作る時の測量などに欠かせないものである。超古代のピラミッドにこのような知識が隠されているということは驚きであるが、それが意味するところはもう少し別の視点を持たなければわからないのだろう。アスカには不思議な石が点在している。たくさんの謎を秘めた巨石を見ていくことにしよう。姫の巫女の墓だそうです。これが猿市だよ。猿市は東南アジア独特のフィーリングを感じさせる。この石に似た石像は韓国最終島でも見られるところからが当時の渡来人が作ったものと考えられる。これは海の接近ですね。昔のトイレ、これが飛鳥村ですね。もう聞いたところによると銀行なんかも全部瓦屋根じゃなきゃダメと、ビルなんか建てられない規制があるそうです。これを見守らないと。ちょっとこれはね、坂筆石に雰囲気似てますね。多分似てるんだと思いますよ。飛鳥町はみんな学校内もみんな瓦葺きです。なんだそうです。そしてそんな中にポツンと亀石があります。あ、ここが亀の顔だ。ああ、こうやって見ると顔があって手があって、はいはいはい、ああ、なるほどね。すごい。亀石も猿石同様の雰囲気を持っている。しかし一体何のためにここに置かれたのだろう。中入れる。入っちゃっていいんだ。うん。巨石だね。巨石でしょ。おお、すごい。最近の研究では石舞台は7世紀頃作られた日本的進化を遂げた古墳の最終形なのだそうだ。古墳の中心にある石室は初期の頃は小さい石を積み上げていたのだが、次第に大きな石を使うようになり、そのために古墳の中心に置けなくなってしまった。最終的には巨大な石を組み合わせた石室だけのものとして石舞台が作られたのだそうだ。これ
坂船石は最も神秘を感じる巨石だ。ここで撮った数枚の写真にはオーブが映り込んでいた。マスラメが船ニュータウンのなんか中にポツンとあるんですね。ちょっとびっくりしちゃいました。こういう史跡巡りはこの連続ですわな。見えますかね。なんか掘ってあるね。あるね。ほら、ほら、こっから見ろってことですね。おお。これすごい。なんなんだこの山の中に。これあの作りとして鬼の接近なんかと同じような細工ですよね。増田の岩船はその大きさもさることながら最も霊気を感じる巨石だ。
掘られている模様は鱗のようにも見えるが、呪術的方法で霊力を増しているのではないだろうか。これは神器とは別のもののような気がするのだ。これは最初に見た人びっくりするだろうな。アスカの巨石群は7世紀の頃魔除けとして作ったと考えられている。問題はこれらの石がどうしてこの場所に置かれたのかという謎である。今のところ答えは分かっていない。アマゾンのふるさとセンターに来てます。すごい巨石がドサンと、入ってきたところに立ってます。山添村の長寿石というそうです。大きさが人間が立ってないと分かんない。3メートルぐらいありますね。これが後ろにありますのが山添村の長寿岩という岩です。こうやって対比するとそんなに大きく見えないかもしれないですけど、3メーターちょっとありますよね。この山添村っていうのはたくさんの巨石があるっていうことで有名なんですよ。でこの土地はですね、大和姫、豊洲切姫が伊勢巡行の旅をしたんですけども、この一本山を隔てたこの宇陀の方からずっと伊賀の方に抜けてるんですけども、それはただそうだという否定値にすぎませんで、あるいはこの辺のこの巨石あたりで何かをした可能性があるわけですね。とにかく近くにこのような遺跡がたくさんある。何の関係もない、何の脈絡もないっていうふうには考えない方がいいような気がしますね。山添村、河野山には不思議な巨石が点在するが、最も気になるのは幅25メートル、長さ650メートルにもわたる巨石の川である。こういうのってどこにでもあるんですけど、ただこれがもしですね、わざとこういうものを作ったとしたら、これすごいよね。この石が独特の石ですよね。岩が川上に連なってます。鍋倉家、古代人が築いた巨石遺構ではないかと考えられている。その方については方法については謎が多い。こういうその石がボロボロっとしている景色ってのは有名なところでも見るんですけど、多分この山とこの岩の質っていうのはだいぶ関係がなさそうな気がします。ちょうどこの辺から始まってますよってですね、そこにちょっと石がこう長所があって、そこからなんか鍋倉系の上には天狗岩がある。そして高さ5メートル、幅7メートルにも達する八丈岩。これだ
ああでかい。これが八丈岩だ。ああすごい。山頂には大塚と呼ばれる古墳がある。あ、こちらに大塚。ネネブ夏の大三角形。いやまあ、こんなのいっぺんの展望台来てます。向こうは伊賀ですね。ああずっとこっちじゃないんだ。ああ目立った山がありますね。山添村総合計画の策定をしていた都市計画課の柳原照明氏は、鍋倉系や巨石の魅力に惹かれて独自の研究を重ねるうちに奇妙なことに気がついた。筒状に落とした巨石の配置がなんと夜空の星座を投影していたのである。鍋倉系は天の川、そして天狗岩がアルタイル、八丈岩がベガ、大塚がデネブ、夏の夜空に広がる夏の大三角形である。これは大変な大発見です。今まで巨石の配置についてさまざまな研究がなされてきましたが、ここではっきり意味が分かったわけです。しかもこれはこの天空の星座を投影した形で作っています。作った人のセンスが伺われますよね。柳原氏はこの山山頂を天頂と考え、次々と巨石の星を探し出した。オリオンの三つ星、冬の大三角形、南斗六星などである。そして当然北極星にあたる石もあるのではないかと探してみました。発見したのは大小2つの石だったんです。北極星はいつも同じ星というわけではない。地球の再三運動の影響で数千年単位で星が入れ替わるのである。大小2つの連星が北極星だったのは龍座のトゥバンである。トゥバンが北極星だったのは紀元前3000年から2000年頃、まあ、つまり今から5000年から4000年くらい前ですね。その頃は日本では縄文の中期から後期にかけての頃になります。つまりこの山の巨石の星図は縄文人の手によって作られたのです。この山の巨石はこればかりではない。山添村村議の奥谷和夫氏はまた別に岩倉の道を発見したのだ。山添村には布目ダムの湖畔に岩屋増形という高さ15メートルほどの巨石がある。また柳生町には一等石という巨石がある。かつて柳生一等祭が真っ二つに切ったという石である。奥谷氏は地図上で2つの石を結んでみた。すると延長線上に京都府笠置町にある笠置山と鍋倉系が乗ってきた。笠置山は標高268メートルの小さな山だが、巨石が点在していることで有名だ。
そこで奥谷氏はこのライン上に他にも岩倉があるのではないかと調べ始めた。するとご覧のように9つの巨石が並ぶ直線が現れたのだ。この周辺の岩倉について滝沢雄一氏のホームページを参考に見ていこう。滝沢氏は岩倉の道の巨石を一つ一つ見て回っている。山添村はもともと大きな石が多いところなのだが、ここに現れる巨石の大きさは桁外れなのだそうだ。この巨石が結ぶ直線が何を意味するのか今のところ分かっていない。やはり山添村の天空図のように少なくとも紀元前3000年前まで遡るものと考えると星との関連も考えられる。一説には惑星直列を表しているとも言われているが、果たしてどうなのだろうか。大和三山もそうですが、このような巨石遺跡の場合、山頂や遺跡を線で結ぶとさまざまなラインが浮かび上がってきます。特に冬至、夏至の太陽に関する線は必ずと言っていいほど出てきます。天柱の星座がある高野山を中心に線を引くと周辺の神社、巨石が乗ってくるようです。岩倉の道の北側にある笠木山と河野山山頂を結ぶと、岩倉の道と少し角度が違う線が現れる。そしてその延長線上に国見山という山が現れる。また岩倉の道の発見者奥谷和夫氏は、山添村にある3つの山、河野山、茶臼山、高塚山を結ぶと、その延長線上に2つの国見山が現れることを発見した。この国見山という名前の山は意外とたくさんある。山陽も三角錐のきれいなピラミッド型をしたものが多い。国見山を中心に歴史を調べている東口正弘氏によると、奈良県には国見山が5つあるそうだ。彼は国見海人のペンネームで邪馬台国に関する著作も出している。その中で国見山について独創的な発見をしている。東口氏によると、奈良県御所市柏原にある国見山はわずか229メートルの低い山だが、古代奈良王朝の守護神なのだそうだ。古代人にとって親、市長などの魂は国見山にあると信じられていて、山頂に礼拝堂を建てて、そこから墳墓を拝した。したがって墳墓は必ず国見山に関連して建てられ、どこか適当な場所に一つだけ作られるということは決してなかったという。景行天皇陵と御所の国見山を結ぶと、箸墓古墳、藤原京跡、翻訳指示が載ってくる。また三輪山と国見山を結ぶと、天の家具山、増田の岩船が船上に乗る。坂船石と国見山を結ぶ先には2つの天王山古墳がある。このようにいくつものラインが国見山を起点として見つかるのである。東口氏の説は歴史の常識を一変させるものです。つまり奈良盆地に点在するたくさんの古墳は、国見山かそれに類似する霊力を有する物体を起点に方位方角を決め、それらが直線でつながる場所に建てられているというのです。霊力のある物体とは猿石、亀石、坂船石、増田の岩船などで、他にもたくさんあるそうです。では
なぜこれらの物体が必要だったのだろう。古代においては国見山とある一つの古墳を結ぶ場合、常に3点以上の直線上のポイントを必要とする規則があったというのである。国見山はそのラインの中心起点となる標識で、巨石は条件を満たすために置かれたのである。東口氏はその法則の中身までは言及されていません。およそ呪術的な何かと考えていたようです。しかし今までの研究で分かる通り、古代人は我々の知らない、あるいは忘れてしまったエネルギーの流れを知っていました。これらのラインが引かれた法則の中に、このエネルギーによる何かが隠されていることは間違いないでしょう。それでは飛鳥と山添村の関係はどうだろう。うねび山、天のかぐ山ラインの延長線上に国見山が乗ってくる。またうねび山、耳なし山ラインの先に河野山が来て、もう一つの巨大な二等辺三角形を作り出す。面白いのは五瀬の国見山と茶臼山を結ぶラインだ。線上に二つの鳥見山と飛鳥が乗る。国見山の横には大和武尊を祀る白鳥陵があり、鳥の字がつく遺跡が並ぶのだ。このラインは遠く九州の日向にまで達するという。国見山ラインは古代といっても古墳時代が中心の話です。しかし大和三山はもっと古く、およそ1万2000年くらい前に作られました。そこで岩倉学会の会長であり建築家でもある渡辺豊和さんの発見を見てみましょう。まずうねび山と三輪山をつなぐ線が当時月線であることを確認する。これを上に移動していくと三上山、太郎坊神社をつなぐ線が出てくる。さらに上にずらして比叡山山頂を通る線を引くと多くの神社、遺跡が乗ってくる。これらの線の間隔を調べていくと一つの数字が浮かんできた。すべての線の間隔が1620メートルの倍数であることが分かったのだ。渡辺氏はこの1620メートルという数字を縄文時代の一つの単位、縄文尺と考え、全国に広げてみた。すると有名な神社、ピラミッド山、巨石などが見事に乗ってくるのだ。渡辺氏はこの縄文尺ラインが当時月仙に絡んでいることから、鏡岩による光通信とか夢による通信に関係していると説明する。いずれにせよこのラインは1万年以上の太古から存在していて、その当時の人々が何かに利用していたのは確かなのである。ここに面白いリポートがあります。1981年に出版されました T.B. バウリツキという人の書いた空飛ぶ円盤の秘密、現代は空飛ぶ円盤の作り方という本です。第二次大戦の初期、まだ開発されたばかりのレーダーの監視員は現在のように画面を見るのではなく、ヘッドホンで反響音を聞いていた。すると地上のピラミッドやピラミッド状の山があるところから原因不明の音が出ているのに気がついた。その音は毎秒約 7.5Hz の電波をフィルターにして地上に反射され、地球の反対側にまで達していた。地球にはシューマン波と呼ばれる独自の波長があって、アルファ波とベータ波のちょうど中間 7.83Hz の周波数を持っている。地球の脳波とも呼ばれ、太古の時代から生命に大きな影響を与えているのだ。我々人間もこの波長を脳波が出しているときは
最もリラックスした状態だと言われている。つまり古代のピラミッドネットワークはこのシューマン波を送受信するシステムだったのです。ニコラ・テスラはこれを応用すると地球自体から無尽蔵にエネルギーが得られると考えました。そして実際に発電所も電線もいらないシステムの開発に成功したのですが、何者かに妨害されて頓挫してしまいました。奈良、大和を中心にピラミッド、巨石のシステムを見てきたが、同じものは世界中にあるだろう。レイラインも地球規模で伸ばしていくと、とんでもないところにつながっていくのだろう。シューマン波を利用した縄文神科学のシステムで、古代人たちはコイルも電線も使わないでエネルギーを得ていた。寒い冬には暖を取り、暑い夏には涼しい風を楽しんでいたのだ。それがどんなものだったのか、今では知る由もない。神との共生があって初めて得られるテクノロジーなのだということだけしかわからないのである。太古の神科学システムが古代日本、古墳文化の流入などによってどのようにアレンジされたのかを見極めることで謎の一端が解けたかと思います。しかしこれが全てではないでしょう。いわゆる神とか霊的な部分はまだ全然わからないままです。少なくとも古代この地に暮らした人々はまだ天皇という統一国家を持っていたわけではなく、氏族単位でいたこと、そして彼らは神と共存して生きていたことが分かりました。それを支えていたのは形を変えてはいるものの、まさに縄文の神々と共に生きることでした。このシステムは今も生きています。神との共生を忘れてシステムの御用があれば、それはたたりという反作用で我々に正しい道を教えようとするのでしょう。我々はいつになったらこのことに気がつくのでしょう。その日が近いような気もします。さて次回は、我々日本人は一体何者なのかということを考えてみましょう。